日本関東地方東京都大田区蒲田アロマスクエア、湯沢屋蒲田店7号館、日枝神社、蒲田の梅園京急蒲田駅蒲田は東京都大田区の地名。抗義には蒲田駅や京急蒲田駅を中心とした地域、または東京市に編入前の蒲田町、もしくは大森区と合併前の旧蒲田区全体の地域を指す広域地名としての故障。 競技としては、先地域の一部に該当する町で、蒲田一丁目から蒲田五丁目までが設置されている。現在、蒲田がつく町名としては、蒲田、西蒲田、東蒲田、蒲田本町、新蒲田、南蒲田が存在する。羽田空港が近隣にある地域である。広域地名としては、JR 及び東急の駅を中心とした。 蒲田、西蒲田、蒲田本町の北端を中心とした部分を指すことが多い。このエリア全体で見ると、中心部に JR 京浜東北線、隣接して東急池上線、東急玉川線の蒲田駅、東端に京急本線、京急空港線の京急蒲田駅がある。JR 蒲田駅と京急蒲田は道なりで約830メートル離れている。また、 西端の先には池上線の蓮沼駅がある。町名としての蒲田に所在する鉄道駅は JR の蒲田駅、京急本線の梅屋敷駅、京急蒲田駅である。蒲田駅周辺は空襲により太平洋戦争末期に焦土となり、復興の土地区拡理事業により現在の町並みの原型が形成された。町は京浜東北線により、 東西に分断され、北端は飲み川、南端は東京都道311号環状8号線、西端は池上線、東端は第一景品とする、おおよそ東西 1.6km、南北 800m 程度のエリアに商業地が集中し、近隣に伸びる玉包通り、大城通り、沿道付近にも一定の商業集積が見られる。 都心から外れる地区では有数の繁華街、商業地区である。また、ランドマークとしては、JR 駅東口近くにアロマスクエア及び、アプリコが、JR 駅西口付近には、湯沢や、ドンキホーテ、東急駅ビルの蒲田東急プラザがある。また、京急蒲田駅先には、大田区産業プラザがある。駅周辺は繁華街となっているが、商業地を抜けると、 高校や大学、専門学校なども多く、駅周辺の光景とは、正反対の感性で緑口の多いエリアが広がっている。また、特定機能病院である、東方大学医療センター、大森病院、地域医療支援病院である東京蒲田医療センター、牧田総合病院をはじめ、病院や診療所など医療機関も充実している。蒲田は、古い地名で、かつては、 鎌田里と呼ばれていた。927年の演起式新名町に、江原軍の社として、鎌田の冷えな神社が挙げられている。中世には、武蔵江戸市の支流一族である、江戸鎌田氏が鎌田里を領地とした。後北上氏が作成した小田原州所領役庁にも、鎌田氏の一族が鎌田周辺を所領としていたことが記されている。新編武蔵風土機構によると、 かつて蒲田は梅の木村と呼ばれ、梅の名所であった。江戸時代には歌川広重が蒲田の梅を描いており、蒲田梅屋敷と呼ばれた。現在でも蒲田の属する大田区の区の花は梅である。1945年4月15日の空襲により、蒲田駅周辺は太平洋戦争末期に焦土となった。百六十九年十一月十六日、 佐藤栄作首相の訪米を阻止しようとするデモ隊と機動隊が国鉄蒲田駅東口付近で激突。火炎瓶、催涙弾頭で一帯は火の海と化した。逮捕者1600人を超える事態となった。東口には大田区の行政関連施設が集中しており、大田区行政の中心となっている。警察管轄は東、西口ともに警視庁蒲田警察署だが、 消防管轄は、東口、蒲田消防署、西口、矢口消防署となる。当地域には、東京工科大学蒲田キャンパス、日本工学院専門学校、再起栄養専門学校、東京精神調理師専門学校、東京実業高等学校、東京都立大森高等学校、東京都立蒲田高等学校や、大田区立蒲田中学校や大田区立東、 カバの中学校、大田区立鎌田小学校などの教育機関が存在する。近隣の本羽田には鎌田女子高等学校が立地する。住宅地の地価は2014年1月1日の工事地価によれば鎌田4の36の9の地点で43万5千円平方メートルとなっている。明治時代には東口先には小畜鎌田撮影所があり、 鎌田の名は映画の都として全国的に有名となった。しかし、鎌田に映画館は2019年9月を最後に幕を閉じた。現在は NPO 法人ワップフィルムが映画の街、鎌田の復活と映画産業の振興に貢献している。東鎌田2丁目鎌田キネマ跡地あたりにミニシアターと多目的ホールの役割を備えたキネマフューチャーセンターがあり、 ワップフィルム制作映画が全国区に波及している。監督は高橋は進む。周辺には黒湯と呼ばれるメタ計算系の光線が多数流出しており、宿泊施設や銭湯などで利用されている。大田区出身ミュージシャンの爆山が黒湯をテーマに作ったニュー、鎌田温泉という歌がある。羽田空港が近く、 京急蒲田駅からは空港線電車が JR 蒲田駅東口からは空港行路線バスが早朝から運行しており空港アクセス拠点の一つとなっている単に西口と呼ばれることも多い駅前はロータリーになっており並木道が伸びている東急バスが発着する東急プラザ、グランディオ、湯沢屋等の大型店が存在する一方 全二式アーケード商店街が形成されている。このため通行人が多く、国政選挙などの際には、街頭演説が頻繁に行われる地点でもある。また、パチンコスロット店が密集しており、東京都内屈指の激戦地区である。そのため、景品交換所が非常によく見受けられる。2005年12月には、鎌田駅西口商店街に、防犯カメラが設置された。 東京工科大学かまたキャンパスや日本工学院、専門学校、富士通ソリューションスクエアがあるのもこの西口となる。駅前は、もやい像、上昇気流等が置かれたロータリーになっており、補助36号線が通っている。京浜急行バスが発着する。20世紀初頭には、小畜かまた撮影所があった。現在はグランデオ、マルエツ等の商業施設、大田区役所。 区民ホール、警察署、税務署、郵便局、年金事務所、労働基準監督署、図書館等の行政関連施設が集積している。また、アロマスクエアをはじめとするビジネス街も形成されている。蒲田駅と京急蒲田駅の両駅は、道のりで約830メートル離れており、その道のりには、連綿と焦点が続いており、京急蒲田駅付近には全、 二式アーケード商店街が形成されている。2005年10月には、蒲田駅東口商店街に、防犯カメラが設置された。京急蒲田駅東側を、京急本線と並走するように通っている、第一京浜は、箱根駅伝のコースであり、空港線が交差する京急蒲田空港線第一、踏切道は、かつて選手が、電車通過時に止められる可能性がある場所であった。 近年は京急が選手の通過を優先する運行形態にしていたため、選手が止められることはなくなっていた。京急か田駅を中心とする高架化事業の進展により、2013年の箱根駅伝大会までにこの踏切は廃止された。など、諸説ある。昔は、か田とも呼ばれていた。和名類受賞にも記載があり、なら、平安時代から続く古い地名である。 かつては、京急蒲田駅南側に環八通りと京急本線の踏切、東側に第一京浜と京急空港線の踏切、さらに第一京浜と環八通りの平面交差があり、交通渋滞が向上化していたが、二千二年から京急蒲田駅の改良も含めた踏切解消のための京急線連続立体交差工事が2012年10月21日に2 0 0年から、 第一京浜とカンパチ通りの立体交差工事が2012年12月9日に、それぞれ完了したことから、交通渋滞は大幅に緩和された。蒲田駅と京急蒲田駅を結ぶ路線として、カバノカバノ線の建設計画がある。現在も大田区は建設推進に意欲を見せているが、建設、開業に向けた具体的な進捗は、ほとんどない。 2017年12月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。